表紙木標識とは、表紙を取るための木の音具。木。和漢三サイズ絵には、俗に有表紙、木と記され、近世期では、木と記して、表紙木と読ませている。両手に持って打ち合わせると、缶、缶と高い、澄んだ音が出る。日本では、古来様々な用途に用いられてきた。下、黒炭、花林、菓子など硬い木材を細長い四角の棒状に切り、 日本一組にして紐で男結びにしてつなぐ。紐は長めで使わないときは自分の首にかけてぶら下げておくことができる。紐を結ばないかまぼこ型表紙僕もある。日本組であることが基本で数え方の単位は組、体である。画楽祭りのお囃子などのほかインストルメンタルなど現代音楽でも打楽器として用いられることがある。 呼び出しが標識を打って、力士の名を呼ぶ。大相撲の呼び出しが使う、標識は、桜の木が使われている。相撲では、木の音は、木の音と読む。歌舞伎の演出では木を用いることがあり、芝居の開始時の合図として、打ったり幕切れで打ったりし、これらの時には2本を打ち合わせる。また、役者の足取りに合わせて打たれたる等動作や物音を強調するためにも用いられ、 この場合には床に置いた板に打ち付ける。歌舞伎の標識は白樫のものが使われる。歌舞伎では木の音は木の音と読む。昭和初期から三十年代にかけて下町で人気のあった街頭紙芝居屋は自転車で町々を回って標識を打ち鳴らし子供を集めて飴を売り紙芝居を見せた。警防団や消防団などが夜見回る時に戸締まり用心 火の用心と声を上げながら、標識をカチカチと打ち鳴らして歩く。プロボクシングでは、ラウンド終了10秒前を知らせるために、タイムキーパーが標識を打つ。これは日本のみならず、世界共通であるが、実際に標識を使うのは日本だけで、アメリカ等では、機械で打っている。また、K1 などの格闘技でも行われている。証券市場や商品市場などでは、 取引が電算化されていなかった時代において、標識を打つことで、取引価格の決定を知らせていた。これを激託売買という、ありがとうございます。